れ受かってる子と受かってない子の、違いってありますよね、はい、じゃあ勉強の質を上げるのに一番大事なこと関東市内の受験情報を何でも発信します早慶マーチラボ学びずの矢沢です。篠崎です。お願いします。はい、本日のテーマはですね、5月勉強できていない人へという、メッセージ会でございます。はい、はい、もう6月でもう、ね、言うてる間に夏休みもう一瞬ですね。一瞬ですよ。はって気づいたら夏終わってますよ。もし3月から受験勉強し始めたような子だったら3、4、5って3ヶ月終わってますから、いや一瞬だね。はい、全体の4分の1は終わってるというふうに考えてもらっていいわけですよね。もし同じ3ヶ月をあと3回繰り返したら、受かるなっていう3ヶ月遅れましたか？遅れてないんだったらやばいですね。これ見てるからもう遅れてねえんじゃねえの？見て確かにできてない人へって言ってるサムネ、ああ私だっつってこうピューってやってる。確かにそれちょっとそういう子に対してのメッセージを、ね、はい、ちょっとお伝えしていければなと思います。ちょっと篠崎先生喋りたいことがあるということで聞きたいんで、僕もそれお願いします。もう 5月のこの時期なので、はい、ある程度学習習慣が受かる子はできてて、仕込みがねある程度こう着々と夏の応用期に向かっての仕込みが始まってるというかね、ある程度まだ成績がちゃんと伸びきってはない、伸びきってはないけどやるべきことはやってるみたいな、もうこんな感じでやってったら受かるのかなというような形で、学習習慣リズム化ができている、時期だと思うんですよね。でやっぱり受かってる子と受かってない子の、実感というか、勉強量とかやってることの感覚の違いってありますよね。この前教え子とご飯食べてきまして、浪人生だったんですね。で慶応の法学部に合格しまして、最難関です。浪人して法学部に合格した子が、1年間どんな形で勉強してきたのかってことをちょっと聞いてみたんですね。でやっぱり実感としては、やることは変わらないけど勉強してるって感覚があんまなかったです。だから不安で仕方がない。日々のその勉強をやってはいる、だけどすごく不安な1年間を過ごしていたっていうことを言ってたんですね。正常なマインドですね。正常なマインドなんですよ。でただじゃあやってなかったってどれぐらいだったのって言ったら、大体何があっても最低8時間ですかねって言っていて、でそのさらっと言った最低8時間っていうのが自分のその子のやってない感覚なんですよ。ただその8時間というのはコンスタントに1年間やり続けている、8時間しかできなかったっていう意識なんですよね。ただ彼が他の浪人してる子たちを見ると、なんか受かるでしょって言いながら3時間って子が結構いると。いやえって俺それ言って、3時間、浪人生で3時間、いやいや結構多いっすよみたいな、20時間ぐらい寝てますね。マジでと思って。ただ彼らの感覚は3時間でやってるっていう感覚だし、3時間続けていったらマーチぐらいは受かるかなとか、あるいは早慶も受かるかなと思って本人はやっているんですよ。だからこの同じやっているっていう感覚っていうのがもう全然違うんだっていうのはなんかこう感じさせられる部分だし、浪人生でも3時間ごときでやっているんだなっていうのを聞いたときに、僕も衝撃だったなというふうにも思うし、ただそういう子たちがねいるんであればね、8時間やるっていうのはね、もちろん優位ですよね。だから結局各々の個々の実感でやってるやってないなんていうのはね、変わってくるなっていうふうには思わせられたなって出来事なんだけど、でもやっぱりそういう受かる子であっても最後はやっぱりメンタル的にも苦しくなりながらも、でもやり続けるんだよね。5月でやってることから入試の直前まで悩んだり、もうあーってなったりするけど粛々とやったっていうその1年間の話をしてくれたので、こういう子がね受かるんだなっていうふうに思わさせていただきました。だから今自分がやってるっていうのが客観的に見て大きな受験層のマス層の受かる受験層のマス層のね中でどれぐらいの位置にあるのかとか、学力がどれぐらいなのかってことを考えた上で、日々の行動あるいは勉強時間タスクっていうのをちょっと見極めをしていくってことが大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。マナミズム公式 LINE では早慶マーチの英語の傾向と対策が完全攻略できる次第英語攻略本や、大学受験で使用する英語参考書の使用方法であったりレベルを完全解説している参考書ガイドブックなどをプレゼントしています。全て LINE 登録者限定のコンテンツです。登録は動画概要欄の URL をクリック。本当に基準が大事ってめちゃくちゃ思って、やっぱり片や8時間しか勉強できてなかった、はい、片や3時間も勉強した今日は、どっちが受かるんだって言ったら、いやもう当然前者なわけであって。でその大前提がなんか抜けてて、なんかみんな勉強の質がどうだとか、勉強量で語るもべきではないとかっていうふうな言葉を言い訳とか隠れみのにして、だってこれ最近めっちゃ思うんですけど、量かける質じゃないですか。そうですね、量かける質なんですよ。なのにみんな質の担保ばっかりしたがるんですよ。いやー、タイパ主義だから。いや、わかりますよ。大事大事、質上げていくの大事。いやでも同じぐらい量大事やから。だからそもそもしかも量をやってないと質って上がらないじゃないですか。いや本当にそうだと思います。僕らがなんか動画、例えば YouTube でもう野球の動画見まくって、はい、あ、こういう理論なんだっていうふうなことが分かっても、大谷翔平には練習の質勝てないんですよ。だってそれ量やってるから、はい、そりゃそうじゃない。質を上げてどんだけ研究しても、本当に実際体を動かしてやってる人には絶対かなわないんですよ。じゃあ勉強の質を上げるのに一番大事なことって YouTube とか見て勉強法の研究することじゃなくて、勉強することなんですよ。今すぐ消してじゃあねえ、もう本当理にかなってないですけど、でも本当にそうなんですよね。基準の話からそうなりましたけど、勉強してるっていう感覚ってやっぱ本当人それぞれなんで、それを受かる子のその基準に合わせるっていうことがめちゃくちゃ大事だなっていうふうに、やっぱり今の話を聞いてるのね、思いましたね。はい、5月勉強できてない人へというテーマでしたが、もうね、6月はそういう風にならないようにからね、お願いしていきましょう。はい、もし今やるべきことがわからない、基準がどこにあるのかわからないみたいなことがあればですね、学びずむで無料受験相談であったり1週間体験でそこら辺はフォローアップしていきますので、まだちょっと自分のやり方で不安があるっていう方は、ぜひとも学びずむの門を叩いていただきたいなというふうに思います。それでは今回の動画はここまでにしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。マナミズムの公式 LINE では早慶マーチの各大学の傾向と対策がわかる早慶バイブル、マーチバイブルっていうのをプレゼントしています。早慶マーチ志望の方は概要欄の URL からぜひ LINE 登録をお願いします。